今回ご紹介するのは、セイコーの手巻時計、ワンプッシュクロノグラフ REF458990 です。東京オリンピック開催の1964年に誕生したクラウンをベースに製造した国産初のクロノグラフ。21のプッシャーを押すと、スタート、ストップ、リセットの操作ができるワンプッシュタイプのシンプルな構造が特徴です。本品は希少なプラスチック製黒ベゼル仕様のファーストモデルです。サイズ。ラグ幅は18ミリ。ケース径は約37ミリ。リューズ含まず。縦、ラグからラグまで約44ミリ。厚さ約11ミリ。風防含むです。腕回りは17から 18.5 センチ前後まで対応します。操作方法。ベゼルは両方向に回転します。ケース右サイド31にあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。秒針はありません。クロノの操作は右上のプッシャーが。スタート。ストップ。リセットです。精度。日差は24時間の実測で30秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。座面カットの幅広なインデックスと夜光付きドルフィンハンドの組み合わせ。視認性の高いノンデイトの洗練された風防デザインです。SS ケースは両方回転ベゼルのラウンドホリム。裏蓋には東京オリンピックの聖火マークが確認できます。バンドはスライド式7連ダイスブレスレットを装着しています。国産時計の歴史に刻まれるアンティークならではの魅力を存分に味わえる一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。軽い焼け、小傷などの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋。シレ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は薄くなっています。へこみなどはありません。風防。シレ、小傷が認められます。装着時の日常視認性は十分に確保されています。ブレス。社外製です。すぐに装着可能です。
時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーンウォッチマンがお送りしました。